暇ではないですよ。いやー、このままだと年が越せないわ。どうしよう。このままだとね、年が越せないです。どうしよう。頭抱えるわ。このままだとね、年が越せないんですよ。どうしよう。あー、年が越せないわ。太りすぎて首が回らないんじゃなくて、お金がなくて首が回らないならわかりますけど、太りすぎて首が回らないっておかしいでしょ？太りすぎじゃないわ。お金がないわ。金どっかに落ちてないかな。お金どっかに落ちてないですかね。一応ね、まあ、いろんなところに、こういうのもあるので、ちょっとこれも取り戻そうかな。5万円ね。これ5万円取り返そうかな。じゃあもう封筒作ったんですけどね。封筒作ったんですけどね。これを送ってとりあえず5万円を取り返します。もうね、ちびちびとお金をね、取り返す。あ、リサイクル料金も取り返せるから、あと消費税の還付も僕受けれるのでね。はい。手続きさえすればね、お金国からも、分取れるんだけど、もうめんどくさくて最近。もう何するのもめんどくさくて、もうね。めんどくさいんだけど。事務員やろうか。自分でやるのが何もかもめんどくさいんだけど。ノリで封筒作って、これあとでポストに入れに行けばね、これで5万円取り返せます。5万円、5万円の仕事終わり。5万円の仕事終わり。もうね、やたらと請求書がいっぱい来て、ね、もう何の請求かわかんないんだけども、もういろいろね、いろいろ請求が来て何の請求かわかんないんだけど、これもう。何なのこれ。1000円とかさ。これ言うとくけど、この間2000円払ったとこなんだけど、まだ請求来てるんだけども、何なの、ちび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 請求送ってきて、で、なんかもう、あたかも止まりますよ、みたいな。止めりゃいいじゃない、じゃあ止めてください、止めて、僕は止めたっていいんですよ、全然こんなもん、フリーダイヤルなんて。使ってもないんだから。別に止めたっていいんだよ。ほんまにね、もう金の亡者しか世の中いないのかよ。なんかもう、あたかもなんかもう偉そうに請求を送ってくるでしょ。もうね、無理なんだけど、そういうの。ちょっと耳かいか、耳、掃除するわ。耳かいわ。ちょっと行こうかな、もう。リサイクル料どうやって取り返したらいいんだろう、これ。とりあえず、リサイクル料1万円くらい取り返せるんだけど、これ。これね、僕は届け出してるから、これね、リサイクル料、これ取り返せるんだけど。申請書の並べ方とか、ね。めんどくさいんだけど。再資源化予託金等の取り戻し申請書。これもうネットでしたらいいんじゃないの、これ。ネットで。輸出許可通知書の写し、輸出許可通知書ってどれだよ、輸出許可通知書。輸出許可通知書。なんかあったな、そういうの。これ、あ、これか。これやな。輸出許可通知書。輸出許可通知書ね、これ。車、車
しかもこれ K2 プロダクションから言ってるし、これ。K2 プランニングじゃないのか、K2 プロダクションから言ってるぞ、これ。大丈夫か？もういろいろめんどくさい。船に証券また船による運送契約書の写し。え、インボイスってこと？インボイスなんかもうないよ、手元に。あ、これか。これね、輸出許可書には K2 プロダクション輸出者になってんのに、ね。インボイスはね、K2 プランニングになってんだけど、どうしたいの？どうしたいのかわからんわ、もう。なんで俺、ね、コピーが3つもついてんの、これ、インボイス。わからんもんな。もうね、車はね、すごい損した。うん、赤字。もううちの事業何もかも赤字。うん、うちのこの K2 プランニングね、のキャリコン事業、今、今月赤字。ね。車の輸出トレードカービュー赤字。古物の、貴金属買取赤字。風俗のデリヘル赤字。コンサル業赤字。もう全部赤字なんだけど、今月。はぁ、だから、捨て頃出て政治と戦ってくる。僕、格闘技できないですよ。うん、僕は真面目、ガリ勉くんで今まで46年間生きてきたから、人を殴ったことが一度もないから、人を殴ったことなんかないから。人を殴ったことなんかないから。絶対、一発も人を殴ったことないからね。うん。このパンチ見たらわかるでしょ？人を殴ったことないパンチって。ほら、拳も綺麗だしね。人を殴ったことないからね、こんなもん。殴ったりしないから、人のこと。人殴ったりしないから。人のこと殴ったりしないから。人のことな、全然ないですよ。いや、亡くなったっていうかね、なんか、勝手にね、みんなが僕が金持ちってね、思ってるか知らんけど、ほんまに何回も言うけど、お金なんかないから。持ってないから、マジで。もうほんと勘弁してください。お金ないから、これちょっと家でやろう。ここでやらなあかんねん。これもうしんどいわ。いろいろしんどいわ。お金かかることばっかりでね。フグじゃないわ。うるせえやつらに出てきた、空飛ぶフグね。うん、おぉ、かわいいのってチェリーが言って寄っていくけど、ね、後ろで包丁持ってて、殺そう思うたら、バーって吹いて、っていうフグおったけど、うん。儲かってるってほざいてたから。そんなもんね、あなた方で、配信のネタを信用しすぎ。うん、ネタだから。いや、パチンコは今月買ってるよ。うん、10万ぐらいね。まあ、昨日2万7千円負けましたけど。まあ、続きはウェブで、続きは YouTube で見てください。ね、もうボロ負けなんだか、いろいろと。あ、オーストラリアは行ってますよ。だって仕事なんだもん。仕事なんだもん。僕はオーストラリアに行くのが仕事ですから。嫁はニートで、つきまとってるってどういう意味です？嫁はニートで、今、失業の保険のね、手続き中ですけど、嫁が失業保険もらえるの多分3月ぐらいからで、多分それまでにパート行くんちゃうかな。もう暇すぎて。ずーっと家おって、今嫁の方が YouTuber だから。僕より嫁の方が YouTuber だから。編集したりとかね。僕サブチャン作ったんですけど、ね。そっちのね、サブチャンの編集は嫁がやってます。メインチャンネルの編集は僕自分でやってますけど、寝ながらパチンコ動画ひっつけて、ふわっちの動画ひっつけて、ペペペっといらんとこ削って、ちゃちゃちゃとコメントだけ入れてアップして、アップするのにめちゃめちゃ時間かかる。作った動画をエクスポートするのにすごい時間がかかるだけで、編集自体はね、30分ぐらいあれば十分できるさ。音楽つけてないから。安物の靴も。
安物のこと言うな。これ5万円したんだ。あ、ちょっとごめん、盛りすぎた。3万5千円したんですけど。3万5千円の消費税、3万7千800円もしたんだけど、これ。これ。ちょっと、あの、イエローブーツだったら本当に子供っぽすぎるから、あの、ちょっとね、ヴィンテージの一番高いやつにしたら4万円もしたわ。あれこれ、びっくりしたんだよ。リーガルの革靴よりも高いやないか。リーガルの靴3足買って10万円やったのに、ね、ティンバーのイエローブーツが1足で4万円って高すぎるだろ。こんな感じですよ。金ないんだから。どうやって年越そうか、本当にね、これからのね、ちょっと展望を考えていこうかな、って思って、事務所で。それが、黄昏れてたんです。いろいろ電話連絡を取りつつ、黄昏れたんですけど。今後、あ、ちょっとホワイトボードに書いていこうか。ちょっとまとめながらね、まとめながら話していこう。今後の展開について、今後のね、うちの展開について、ちょっとあの、オレンジ色の、あれ買わなあかんな。よいしょ。あれ？狭いな、事務所。もうちょっと広い事務所に引っ越す？広い事務所に引っ越す？ちょっと。日雇い？日雇いもいいんだけど。日雇いもいいんだけどさ。広い事務所に引っ越そうかな。カメラの位置がうまくいかんな。カメラの位置がうまくいかんな。ホワイトボード落としといてほしいんだけど。あ、ホワイトボード落としといてほしい。どうやって行くの？こんな角度。ちょっと上行きすぎる。こんな角度でいいですか？ちなみに、あの、ドレさんの手の上と、ね。あの、逮捕された西川くんの、逮捕された西川くんの、あの、サイン色紙が2枚もうちに貼ってある。これ、どうすんの？あれ、上が、あの、ドレさんの手ぬぐいで、ね、下のサイン、あれ、ね、あの、西川くんの、呪いの事務所にまたは、ちなみに、あの、商売繁盛の、なんていうの、あの、熊で、あの、買い替えませんから、今年は。今年はこのまま、規模でかくならんかったから、今年は罰ゲームとしてこのままだから。今後の展望ね。今後の展開についてちょっと考えていきたいと思います。はい、今後の K2 プランニングについてね。今後のね。今後の K2 プランニングの事業展開です。まあ今やってるのがね、キャリコンも含めた、ね、コンサル業、事業のですね、コンサル。これは継続です。これは間違いなく継続です。まあ、本職ですから、これ継続です。で、10月で辞めたのが中古車輸出業。これはもう辞めました、完全に。辞めたので、もうこれなし。で、貴金属買い取り。これがね、どうしようかな。これ、ロイヤリティだけかかるから、もうやめるにやめれないんだけど。これはもう仕方がなく継続。仕方がなくね、継続します。で、デリヘル、これはもうしゃあなしで継続します。これデリヘルって書かん方がいいな。風俗業。風俗コンサルもやってるので、風俗にしとこうか、これね。スカウトって言ったら、スカウトっていう名前使ったらあかんから、風俗コンサルで、風俗業にします。と、
配信業。これ配信業、配信業ね。配信業。これは、メインは YouTube ですから。ね、YouTube ですから。まあまあ、その他に。ワッチはその他に言うと思います。はい。これをね、2019年もやっていこうと思います。これね、2019年。ね、2019年もね、これでやっていこうと思います。でね、一番今のところ、YouTube に、特化して話、お話しさせていただくとね、一番今 YouTube で安定して、再生されてる動画が、ね、NHK 家電なんですよ。NHK 風俗、パチンコパチスロ、猫、ペットね。順番で言うと多分こんな感じの順番。なるほど、札なんだ。一番ね、ほんと NHK がね、一番再生されます。あと、開封枠ね。ティンバーの靴だの、あれを買っただのっていうね、開封枠。商品説明なったよ。なんて言うの、それの。商品説明のことなんて言うんだろう。なんかよく言ってるよね。そういうのしますよ、みたいな。NHK を風俗でぶっ飛ばす。いや、僕だから言ってるように、僕は NHK をぶっ壊すつもりは全くないですよ。僕は NHK をどうしたいとか言うよりも、僕はね、放送法の改正をしたいんですよ。わかりますか？放送法の改正。こっちをしたい。っていうか、改正されるんでしょ？なんか知らんけど。どうなるか、改正されるかわかんないけど、僕が目指してるのはここだから。僕が目指してるのはこれで、これ一本だから。NHK がどうとかどうでもいいですよ、ぶっちゃけ。NHK が残ろうが、ね、NHK がぶっ壊れようが、僕どっちでもいいです。見たい人がいるんだったら、まあ、続けてあげたら、だから、NHK を続けてほしい人が受信料払えばいいじゃないですか。それだけのことです。だって、総務省はそれを認めてるんだから。NHK の受信料は、ね、法で定められた義務ではあるけども、その放送法に基づく放送受信契約を締結するのは、NHK と視聴者の中でね、合意を持って契約しなさいって総務省がそう言ってるんだから。任意ではないですよ。あれは義務ですよ。あれは義務です。放送法でね、テレビ、受信設備を設置したら届けろって法律で決まってるんだから、法律で決まってるんだから、あれは義務ですよ。放送法の締結は義務ですよ。うん。でも、納得しなかったら締結しなくていいっつってんだから。ちょっと意味がよくわかんないんだけど、義務なのに、締結、納得させなさい NHK がって言ってたけど、納得しなかったら契約しなくていいとは言ってないけども、でもそれに近いニュアンスのことを総務省は言っちゃってるんだから、だから義務なのか、本当に義務なのか、来年 JGC 主流。JGC って何すか ?JGC って何すか ?JGC って何ですか？ちょっとそれ、詳しく。JGC。何ちょっとね、取り調べた方がいい。JGC って何 ?JGC。来年何しようかな。来年あんま思ってないんですよね。JGC って何 ?JGC 修行を始める注意点何これ。JGC 修行に使いやすいのは国際線の。何 JGC 修行って。え、何なのこれ。え、どういうこと優先登場。どういうの ?JGC、JAL JGC 修行始まる前の、グローバル、JAL グローバルクラブに入会するために飛行機に、入会にそのポイントを飛行機に乗って貯めるため、沖縄を日帰りで往復したり、海外に行っても、行って一泊もしないで帰ってくる修行って呼ばれるなりまして。見事にそれしてるじゃない、僕。え、JGC 事業僕してるんじゃない？沖縄も日帰りで行ってるし、ただ JAL では行ってないけども。JAL では行ってないよ。うん。だから JGC には行けないんじゃない？だってグローバルクラブでしょ？ JAL でしょ？ピーチだったら、これ PGC だったら僕入るのかもしれないけど、JGC は無理じゃない？だから、
放送法改正を目指したい。だからね、UCC でつかないでしょ？ JAL だけなんでしょ？そうですよね。カンタスとか、今年乗った飛行機会社って何乗った？いつものピーチでしょ？で、鹿児島行くのに ANA でしょ？で、カンタスでしょ？で、スクート。こんなもんじゃない？今年乗った飛行機って、JAL およびワンワールドアライアンス。どっちも使ってないわ。全く使ってないよ、それ。ピーチ、ANA、カンタス、スクート。この4つです。うちのマネージャーがいつも取ってくるチケットで、この年末も、ね、行かしたいらしくて、どうしようか。SFC って何ですか？連絡しとかな。していこうかな、本当に。だから僕一人でやるにも限界があるので、商品説明、商品説明枠。ステータスホルダーになればいろいろ便利で男。あ、マジですか。でも誰か観光カード教えてくれたおかげでね、観光痛みで僕ずっとキックスカード出して、なんだかんだの、割引受けてるんだけど、コーヒーも割引受けてたし、何もかんでもね、商品説明、これで、商品説明、これで、あれですよ、僕、全然仕事でやりますよ、これ。これ、開けてみました。これ、使ってみました。そういう、スポンサーの方いらっしゃったら、ぜひ、仕事ください。まあ、何せろ配信業っていう業種が認められてないんだったら別に配信業じゃ僕なくてもいいんです。配信業はコンサルティング業の一部ですから。で、風俗業もまあ自分で実質っていうか届け出もというか自分で経営もできてるんだけど、知り合いの店にの手伝いをしてる部分がまあスカウトみたいな感じでね、女の子を僕は集めてそっちのお店を、まあ、儲けるような、ことをやってるので、まあ、それもコンサルティング業だし。で、貴金属買い取りは、もう全然やってないんだけど、うちフランチャイズ加盟なんで、ね。まあ、僕が買い取るというよりかは、買い取って本部買い取りに回せば、お金もすぐ回せるから、だからまあ、どうやったらそれもコンサルティング業なんで、だコンサルティング業で僕全部ね、収まるんですよね、うちの事業って。まあ、コンサルティング業です。はい、僕は何者かというと、コンサルティング屋さんです。まあ、でもね、来年は1年かけてね、また、集金人くん、ね、来てほしいんだけど、集金人さん来てほしいんだけど、集金人さんがうちに来てくれてね、僕は、対応してね、その動画を上げるだけでまた YouTube のアクセスがボーンと伸びるから、これすごい、美味しいんだけど、そう、NHK の集金人が来たら誰だと思ってんだよって、ね。買い取り屋さんだぞ。斉藤さんじゃない？斉藤さんする？斉藤さんする？斉藤さんしてもいいけど。NHK。まあ、僕の NHK のね、動画見てもらっても分かるように、集金人のコーラなんて、職員でもないし、ほとんどの方が、放送法の内容なんて知らないし。知らないですね。ちょっと裁判、最高裁の判例ご存知ですかとかね、法律ご存知ですかって聞いてあげたら答えれないから。それでタジタジになって帰っていくよ。あ、ちなみになんですけど、うちの会社にね、法人市民税の申告書の提出納付って来たね、これも電話しといたけど、12月19日付で来たんだけど、おかしいだろ。11月の29日に僕、市民税行ってるのに、法人市民税ね。
まあ、電話してきましたけど。ご隠居が、おくとれになる。古振りが、おくとれになる。まあ、どういうこと？そんな確率？ご隠居の方がオフトレになる確率でかい。まあ、フルフリは、フルフリ君はね、まあまあ、損切りできないから、まあ、オフトレにはなれないよね。まあ、数千万まではいけるんじゃない？数千万までは。運が良ければ。でも、絶対オフトレにはなれないよ。だから、ご隠居も一緒でオフトレになれないって、あの二人。損切りもできないし、まあまあ、ただ、原資がね、自分の金じゃないっていうのは大きいですよね。人の金 FX だから。人の金 BO だから、いくらでも強気でね、勝負で言う。ただ、その増えた金の一部をね、プールして横に避けとけばいいのに、それをしないでしょ、二人とも。それが一番のアマちゃんというかね、あかんとこかなっていうのは、まあ、見てて思うとこかなって思いますけどね。まあ、ぶっちゃけね、闇でもらったあの金なんてね、横に避けとけばいいんだよ。はぁ、そんなことよりもね、僕は年を越せないです。どうしよう。結構ね、僕忙しいんとか、ね、電話がかかってくるんで。風俗終わったんかって、どれですか？風俗終わったんかの意味わかんない。風俗業の方はね、だから、まあ、まあ、自分でも経営もしてますけど、ね、自分のお店を経営もしてますけどね、自分のお店。で、知人のお店のお手伝いもしてるので。で、知り合いをそそのかして独立させろっていうね、うちの店の届け出を使って、で、うちの店からね、まあまあ、これまた、これ知人、別の知人ですけどね、これね、独立させると。はい、儲かってたん、だから、ほんまに、あずさちゃんでゆかちゃんがいた頃は、すごく儲かってます。だって一晩で10万儲かるんだもん。ほぼ順利で10万ぐらい儲かるのか、儲かりますよ。それがね、ちょっと、混雑しちゃってるので、というところかな。まあ、だからこれからね、これやりたいという人が、もしいれば、ちょっとまあまあ、面談の上ですけど、風俗店で独立したいという方ね、FC じゃないけどな、って言ったらいいんだよ。コンサルをしますよ、コンサルを。うん、ただ、まあ、スカートバッグを抜くか、あとはまあ、コンサル料ってなかなか抜きにくいので、一応事務所、ね、待機所とかがあるので、それの使用料を、まあまあ、ちょっと出してもらうことによって、お店のお手伝いをします。か、まあまあ、僕の届け出してるお店でね、儲かってもらったそのうちの何パーっていう。給料制じゃないけど、まあ、報酬制でっていうのは。だって、かやこくんとかね、同級生とかね、使えないでしょ、本当に。いや、マジで。いや、ほんまに二人が、使うんだったら、さっきも言ってたけど、滋賀の子の名前が出てこないわ。ポーポ君しか出てこないわ。前なんていう名前でやったっけ？ね？彼の方がまだね、さっきも本人には言ってたけど、うちの待機所で配信しながらお姉ちゃんの面倒を見てて、受付でもやってた方が、また生産性があるかな。同級生と介護軍は生産性にちょっと欠けるかな。無理でしょ、そういう業務をさせるっていうのは。そもそもが。ということでね、次は続きます。
次枠行くねんこれ。こんなんで次枠行くのマジでか。お金ない。年越されへんっつってんのに。年越せない枠なんだけど、一応。こんな感じです。ありがとうございました。商品説明、商品案内。はい、じゃあ今日はね、第1回、風俗店を開業しましょう講座、風俗店を開業しましょう講座、もうやっちゃいます、このまま。